どうも今日は飴色玉ねぎのスープではなく飴色長ネギのスープができるのか作ってみたいと思いますまずは長ネギをみじん切りにしていきますこうやってね縦にこう線に沿ってやるとこう細かく切れるわけですね玉ねぎじゃなくて長ネギでもこれくらいの量になると涙が出てくるんだなというのが発見でした 飴色になるまで長時間炒めるつもりなので火はごくとろ火ですオリーブオイルとばみじん切りにした長ネギをドサっと入れます結構な量になっていますね2本分ですさあここから炒めていくわけですがどうなるでしょう飴色玉ねぎというのはありますが飴色長ネギというのはできるんでしょうかできないんでしょうか できるんでしょうかできないんでしょうか ?40 分経ちました。飴色というか、きつね色になっていますね。炒めて30分まではあまり色の変化がなかったんですが、急激にそこから変化してきました。これが出来上がりのものです。スープにしていきたいので、水を入れます。ドバーッと。そして、コンソメの素。塩をパッパッ。 胡椒をおっと誰かきましたね温めてる間にオーブントースターでチーズトーストを作っておきたいと思いますきっと合うはずです飴色長ネギのスープも出来上がりましたそれではいただきますと味の方なんですが長ネギの味はしつつもものすごく甘くなっていました 胡椒も効いてていい感じでした。チーズトーストを浸して食べてももちろん美味しかったです。最後の一口まで食べきってごちそうさまでした。